ヘッドクラッシュヘッドクラッシュとはリムーバーブルディスクパック型ハードディスク装置及びハードディスクドライブにおけるヘッドの衝突のことである強い衝撃を受けた場合にヘッドが円盤に接触しヘッド及び磁性面を傷つけることを指すヘッドが磁性面から離れなくなることをクラッシュと呼ぶ場合もあるが専門的にはヘッド吸着と呼び区別しているハードディスクドライブの内部では プラッタと呼ばれる記録媒体の円盤に、プラッタの表面すれすれの位置に浮いたヘッドからデータが読み書きされる。しかし、この隙間にダストなどが入り込むとヘッド及び磁性面に傷がつき始め、やがてその摩擦力によってヘッドがバウンドし、ますます大きな傷がつく。最終的にはヘッドが吹っ飛んでしまうこともある。また、磁性面に塗布されたライナーと呼ばれる、 潤滑剤の劣化が原因となることもある。その他、ヘッドに強い衝撃力が加わった場合に、ヘッドが磁性面でバウンドするなどヘッドの高度が不安定になり、円盤を傷つけるようになることがある。これがヘッドクラッシュの主な症状である。また、ヘッド吸着になりかけている場合、円盤部が回転を開始する際にヘッドが吸着面により剥がれば運動し、 ヘッドクラッシュに陥る場合もある。蒸気で説明したものの他にも、様々なヘッドクラッシュの種類や原因がある。名前の通りヘッドが円盤に接触してしまった状態。強い衝撃やダスト、湿度の異常などにより起きる。ディスクパックと呼ばれる、リムーバブル式のディスクではダストが混入しやすく、大抵のヘッドクラッシュはこのタイプである。ほとんどの場合、磁性面。 ヘッドとも傷がついているため、データの復旧は、ほぼ不可能である。ヘッドが吸着してしまった状態、ドライブのスタート時に発生する。万が一この状態になってしまった場合は、ハードディスクからモーターの駆動音がしなくなる。経年劣化、長い間電源を入れていない古いハードディスクドライブ、等で発生する。この時、横方向に衝撃を加えると復活する場合があるが、 すでに磁性面が劣化しているので一時しのぎにしかならない。この場合、速やかに別のドライブや DVD 等のメディアにデータをバックアップするべきである。円盤のモーター軸がずれて、ドライブ内で異常な気流が発生し、ヘッドを巻き込んで回転する状態。初期症状として、モーターの駆動音が通常よりも大きくなる。また、読み取り、書き込みにリトライを繰り返すので、 パソコンなどが遅くなったように感じる。一般的には、軸受けの経年劣化により発生する。近年では、流体軸受けが採用され、経年劣化の問題はほぼ解決された。ありがとうございます。